プロセスフローのイメージ BOP とは製造業で用いられるボムの一形態である。部品の種類や数量といった製品構成情報はボムで管理されるが製造に必要な作業手順や工程表、作業指示書などで必要な情報を製造プロセス情報、プロセスフローとして管理する。製造プロセス情報やプロセスフローの作成は工程計画と 一般的に呼ばれ生産時の工程管理やものづくりにおいて非常に重要である。以下のような内容で構成される。作業工程アクティビティ、タスク、ジョブと呼ばれるプロセスを管理する最小の単位。高順作業工程間の作業の順序。先行工程と後続工程間にネットワークやコンストレントと呼ばれる作業順番の制約を設定する。 作業順番の制約には、先行工程が終了したら、後続工程が開始できる FS。先行工程が開始したら、後続工程も開始できる SS や SF、FF がある。工数作業を実行するために必要な工数。工数イコール作業時間リソース数。計画作業時間、目標作業時間、見積もり作業時間等と呼ばれる。工程計画での工数は、 計画立案が目的のため、原価計算に使用される工数とは別の場合がある。ガントチャート上のリードタイムや期間とは別である。リソース作業が必要とする設備や作業者。その他に、事具や場所をリソースとする場合もある。日程制約材料、資材の入庫予定日や率開日等のマイルストーンなど、納期と同様に、プロセス途中のあらかじめ決められた順守すべき日程。 図書情報、材料情報、図面、カナダドルデータ、検査、測定情報。近年、部門ごとに権限を持たせるという悪しき風習から、縦割り組織や分業病の影響で、社内にプロセスフローを俯瞰して保守する、責任部署が存在しないケースも多い。一般的にボムはストラクチャー型が、一般的であり、ボムでは、BOP として、 部品ごとのプロセスを定義することができるが、部品間のプロセスに依存関係を持つことはできない。量産を前提にしない個別受注生産では、全体のプロセスフローに部品をまたがった分岐、合流が発生するため、ストラクチャー型のボムで表現できない場合があり、一般的な生産管理システムの適用を難しくしている。E ボム設計部品表。 エムボム製造部品表を統合するために、近年、ストラクチャー型のエムボム製造部品表ではなく、製造プロセス情報、プロセスフローとして管理する BOP の必要性が高まっている。ありがとうございます。